おはようございます。本日は2021年7月28日水曜日、岡山県は倉敷市に来ております。昨晩はね、福山の快活クラブで一泊をしたんですけど、ちょっとやっぱ疲れが溜まっていたのか爆睡してしまってね、15時間ぐらいいましたね。2500円ぐらい飛んでしまいました。おかげででもね、疲れもすっきりすることができました。で、今日なんですけど、まず最初に岡山県の倉敷市にある美観地区の方に行きたいと思います。その後ね、姫路の方まで進みたいと思います。あとちょっとこれもまだ未定なんですけど、もしかしたらこの後その関西から北海道に行くかもしれなくて、というのもね、このペースで行くと北海道に着く頃に雪降ってるんですよなんで先に北海道に行ってそっから南下した方がいいんじゃないかなとちょっと思ってたりする昨今でございます。ということで今日も楽しくやっていこうと思います。よろしくお願いします。いやいや、もうめっちゃ暑い、暑すぎる。もうね、 T シャツからね絞ったら汗が出てくるぐらい暑いんですよね、本当に。はい、美観地区到着しました。暑い。なんか岡山名産の桃ジュースがあったので買ってみました。紙コップ1杯で100円でしたね。早速ね、じゃあ岡山名産桃ジュース飲んでみたいと思います。こんな感じですね。うまい。なんか桃の果肉の感じとか桃の風味がめちゃめちゃ強いですね。すげーうまいです。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくお願いします。